皆さんこんにちは、今回はネメシスを使って遊んでいきたいと思います。ということで今回はですね、以前ね配信中に悶絶の服共鳴する靴と、ケーキ漬けサージですね、こちらを組み合わせた構成がまあえぐくて、サージなんだよな、そこでダウンするとサージ食らうのよ、多分もうちょっと離れてほしい。もうやだ、マジでやだ、もう悶絶いけー、あーもうマジでやだ。発電機触るのも嫌やっていうぐらいになったんで、ちょっとそれをね、その時はネメシスではなかったんですけど、ネメシスでやっていこうかなと。で、イラプションと強化されたオーバーチャージも持ってきて、とにかく発電機を爆破させる構成で遊んでいこうかなと思います。お、早速オーバーチャージ爆発したんじゃない？ん？あれ？おや？あ、先、ちょっと先に行きすぎて完全に裏を取られた。さあさあ、ミカエラちゃんよ。待ちなさいよと。ジャンピングアタック、オッケー、よしよし、お、これはいけるんじゃない、そっちに窓よね、で、おー出ました。甘い甘い甘いぞデッドハード、よいしょ。さあちょっとまずは普通のフックですけど、ちょっとグローニングストアハウス自体は僕はあんま好きなマップじゃないんですけど、このマップ結構ね発電機固まってるんで、サージとかめっちゃ生きるんじゃないかなとは思っております。いないね、ゾンビが手を挙げてたんだが、これだけ蹴って戻りましょうか。まあ、この辺はね全然回されていい発電機なんですけど、はいはい、いい、あっちもいいですね、あの真ん中の3台、この三台を守っていこうかなと。で、オーバーチャージがですね、まあ、あんまり強くないんですけど、結局。結局は海の呼び声の方がいいんですけど、お、いたね。ほい。発電機を蹴ってから、なんか、交代率が 75% から、どんどん上がってって最終的に 200% になると。なので早く触らないと、あーちょっとずれちゃった、くっそ、早く発電機に触らないとどんどん発電機交代するよというパークなんですけど、触ったら触ったで難しいスキルチェックが発生すると。でミスったら 5% ね遅延も入るんで、はいはい、お、ペインドに、これでチェイスはだいぶマシになるかなと。ただオーバーチャージはそこまでねやっぱ強くはないですかね、このサージと本当に、共鳴する苦痛のこのコンボがえぐかったんでね、マジで刺さり出すと本当に発電機回らないからちょっと無理か、戻りましょう、なるべくあっちの奥側も追わずに、この真ん中あたりで立ち回っていきましょうと。はいはい。ここをね、多分サバイバーを回したいと思うんですよね。絶対に回させん。何度でも爆発させてやるぞ、この発電機を。まあ、共鳴する靴は爆発っていうかスパークになったんで、はいはい。数値はね、ほい、入らないんですけど、まあ、交代はするので、爆発っていうよりスパークなんでね。よいしょ。で、これいけるかな？ん？これはいけそう。で、この人デッドハードなので、これはいける。いいね、いいね。爆発しまくり。これが気持ちいいな。イラプションとサージ。で、さらに、ここで悶絶に釣ると。まあ、しんどいんですよね、これが。ちょっと今回悶絶がな、位置があんまり良くないですね。端っこの2本多分使えないんで、あれ。あの真ん中の悶絶が生命線かな。
ちょっとイラプションはクールタイムでしたが、オーバーチャージを入れて、触らなかったらこれで 200% でね、交代していくようになるんで。まあ、多分クエンティンは戻ってくるかなと思うんですけど、このまま追いましょうか。これはいける、オッケー。おナイス、ゾンビ。いい仕事したね。久々に見たよ、君が攻撃を当てているところ。ナイスです。ゾンビが攻撃すると、サージは発動しないんだっけ？で、また、悶絶が入る。こっちがスパークしてたんで、多分こっち側は全然回ってないかな。いや、どうよ。サバイバー君たち。回せないだろうよ。よいしょ。いや、もともとね、グローニングストアハウスかなり立ち回りづらいマップだったんですけど、マジでここ発電機の間隔狭めやから、サバイバーだいぶきついんじゃないかな。で、ここにもイラクション仕込んで、OKOK。で、近い位置はサージでカバーできるし、まあ、来ないんで、ちょっとだけゆるキャン気味で行きましょうか。まあ、来なければちょっと半分切らしたいな。助けてください。暴れてるよ。来てあげて、誰か。あ見えているんだね。これは行くかな。そのまま抜いて、オッケーオッケー。ただこれでイラプション。気持ちいいわあ、気持ちいいな、イラプションはやっぱ。オッケー。で、ちょっとオーバーチャージの爆発は今のところないな。最初ぐらいだったかな。よいや、もともとね、グローニングストアハウスかなり立ち回りづらいマップだったんですけど、マジでここ発電機の間隔狭めやから、サバイバーだいぶきついんじゃないかな。ただクエンティンたちが回してた端っこの発電機、多分もうだいぶ後退してるんじゃない。これで触れてないでしょ。はい、足跡が見えてましたよ。いい、ミカエララストなんで狙ってってもいいけど、どうするべ。あっち側行くんやったら、あー来た来た来た、あっち側に行くなら買ってきましょうか。ロケットパンチ。あー、やっちゃった、殴ってしまった。まあまあ、スマッシュパンチ。オッケー。でまた悶絶に釣る。これね、マジでしんどいんですよね、サバイバー側は。ほんと、頑張って回しても回しても、交代するから。まあ、あそこでね、サージの範囲内だったらさらにやばいんですよ。OK？ どう？うん、倒す。これはちょっと届かないけど。わ、なんかゾンビがいい感じでキャンプしてくれてるな。ナイスよ。ゾンビいい動きしてくれてるね。今回アドオンで、ゾンビの移動速度を速くするやつと、この人デッハか、違うか。OK。視界が広がる、視界が広がる、探知範囲が広がるアドオンを持ってきております。この辺やとなかなかね、悶絶使えないのがしんどいけど、まあ、この辺でダウンしたらダウンしたでサージ入るんで、大体の発電機に。いや、どうよ。どうよ、どうよ。全然回らないでしょ。端っこを回してもいいんやけど、端っこ回したらもうやばいっていうのも分かってると思うから、真ん中にサバイバーも来てますけど、発電機が4台から進んでいないと。残り4台から。あそこをやってるね。誰やろあれ、誰ですか。あ、この人もラストやったかな、メグちゃん。私に心臓を捧げよ。よいしょ。んで、誰かが感染を治していたと。これ終わらせたいね。さあ、もう変異の3のネメシスやから、ちょっと待って、このね、このジャングルジムちょっとまだよくわからないんですよね。え、倒す。あー、デッドハードを決められた。やるじゃない。えい、で引っかかってる。オッケー。
さあここでダウンしたらサージ入るぞ。ケイ、サージが入る。いやーきついでしょうよ。ん、回しているね。許さないよ。ここ真ん中はもう死守だよ、死守。ケイ、一人終了。よいしょ。さてさて、ネアと、ミカエラも多分ラストかな、次が。クエンティンは一回も釣ってなかったかな、どうやったっけ。クエンティン確か一回も、お、クエンティン。釣ってなかったと思うんで狙っていきましょうか。めちゃめちゃ、まあ、ちょいちょい、救助狩りとかはうまくいってるけど、結構均等釣りしててこれやからな。さあどこに逃げる。この辺は結構板もなくなってきてるんとちゃいますか。ウィーン、よっしゃー。よし、イラプーがしっかり刺さり、サージも入り、そして悶絶にズドン。地獄よこれ。もうほんと途中から発電機触るの嫌になるもんな。オッケーオッケー。さあどうしますかみんな。もう発電機にみんな触れてないもんな、ほとんど。お前らもう無理やってなっとるやろな多分。オッケー。あ、隠れたの見えたよ。端っこは回されましたけど、あれは全然オッケー。そんなの守ろうとすらしてないから。スクーバー、あーっと、あ、うまい、超えてないか。普通に回られたんか。なんか視界から一瞬消えたから。先回り。どうも。OK。でもサージで爆発すらしないから、もうこの辺進行度ゼロですね、完全に。さあ、じゃあ、お世話になった悶絶さんとちょっとお別れしまして。OK。もう無理でしょ。残り二人で。残り二人の、お、ゾンビくん手挙げてるじゃないの。残り二人の発電機三台やから。あれ？あれ？お、あと。全然。オフレコ？声聞こえへん。おー、アイビルかな？声全然聞こえへんかったな。お、君は誰をめがけてその手を挙げてるんやろ？これってダウンしてる人もおっちゃうんかな？この子は。誰追ってる？この辺じゃないの？誰追ってます？それ。君は。君は何をやっています？誰やろ、どうなんやろ、どうする。あ、クエンティンかいみたいになっとるやん、もうゾンビちゃったんやん。クエンティン目指しとったんかい。もうダウンしてますって。うーん、ちょっとあっち見に行きましょうか。でいなかったらもう釣ろうかな。ん、回ってるね。まあ、端っこを回していこうという感じなんでしょうけど、真ん中を回さないと君たちに勝ち目はない。お、発見。どこだ？はい、ミカエルちゃん。ゲームセットだ。おうわ、全然見えんかった。巨大なネメシスのガタイで何も見えん。おお、たたたたたた、殴るか。えい、よし。というわけで、まあ結構普通に均等釣りな感じで行きましたけど、やっぱりもう真ん中の発電機が全然回らないということで、もうサージ、イラプション、共鳴する靴、この辺のコンボはえげつないですね。ちょっとね、オーバーチャージが一応メインっちゃメインだったんですけど、オーバーチャージはまあ
最初はちょっと仕事しとったけど、あとはちょっと分かんなかったですね。いや、一回やられたけど、ほんと強いな、この構成。サージと共鳴する苦痛だけでも本当にきつかったんで、そこにイラプション入ったら、まあもう無理やろなっていう。なので、新しい環境になって、結構破滅とかなくて発電機回ってしんどいという方にはぜひ試してもらいたいですね。とにかく発電機を3台しっかり固めて、まあその周辺で立ち回って、ガンガンその辺でね、ダウン取ったりしていければ、めちゃめちゃ発電機交代するし進まないと思うので、おすすめです。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。